消防や警察などが今日、野球場で爆発が起きた想定の大規模訓練を行いました。立て続けに発生する想定外の事案に対応するため、各機関が連携を確認しました。どうされましたか？花火のようなものが爆発して、野球を観戦した人がたくさん怪我しています。この訓練は菊川市の野球場で試合が行われている中、爆発が発生した想定で実施されました。県西部の消防と警察に加え、聖霊御方原病院の医師らも参加し、多くのけが人が同時に発生した場合の対応などを確認しました。救急隊員が活動中、事態は急展開します。救急隊員が突如現れた謎の男に刃物で刺されてしまいます。警察官がさすまたを使い、犯人役の男を速やかに確保しました。リーダーの方は確保済み、はい、これ以上の危険はありません。ないということで、はい、いいですかね、はい、じゃあ一応警察さんの方でもう一度周りの確認、安全の方、周囲の確認をお願いします。はい、はい。さらなる爆発や襲撃などに警戒しつつ、医師がトリアージを行い、けが人を運び出していきました。訓練を企画した菊川市消防本部は、隊員らの安全管理も強化していく方針です。